祈りのチャンネル、スタート。ギャル二人がガセットを語る。パチ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 。あの清見肉のイベントで気になったことがあったんで、二人なんかビジュアル系が好きだったみたいな。で最近僕もなんか周りにビジュアル系のバンドの友達が増えてきて、あんまりちょっと僕知識がないんで、でなんかビジュアル系といえばガゼットだっていう噂を聞いたんで、ちょっとなりちゃんを呼んで二人で、まあギャルっぽいじゃないですか、なりちゃん。ギャルっぽいって何？でちょっとそのガゼットを語っていこうかな。この間の延長線上で。そうですよ。今日はあのチャラい店長いないんで。でも肉は美味しかったです。肉は美味しかったです。美味しかった。じゃあそんな感じで今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お二人ビジュアル系の年表が今ここでバンと出てます。見てください。ビジュアル系年表とザガゼットの比較。ウケる。すごいんだけど。これちょっと見てもらって。うん、まあ X がやっぱりレジェンドなんですかね。 X のメジャーデビューからなのね。メジャーデビューの、まあちょっと例えです、例えです、これ例えです、例えです。グレイ、ラルク、ルナシー、僕はそのあたりで止まってますが、ちょうどガゼットがなんだっけ、アンティックアンカフェ、アンカフェって言うんですね。ハモったよ、大丈夫？え、アンカフェと一緒なん、結成が、うん、あ、結成は2001とかじゃなかったかな、確か2000年間。ガゼット、そう、さすがガゼットマニアですね。この間ツイッターで流れてた。あ、そう、上がってた、ビジュアル系のね、一覧ね。ガゼット今もやってるんですよね。はい、やってます。ってことはもう20年ぐらいやってるってこと。先日代々木第一体育館で、すごい20周年ワンマンやっております。すごいっすね、はい。めっちゃ良かったの。2回目のアンコール。2回目のアンコールからね、やばくて。ずわーって。だけん言ったたい。まずさ、うん、ボーカルの名前教えてよ。ボーカルはルキ。ルキ。え、ちょっと編成教えてよ。それボーカルは。ルキ。ギター。ウルハ。ウルハ。うらしいと書いてウルハ。ああ、今の青。あ、ギター2人いるんだ。はい、ギター2人いて、ベースがレータ。レータ。ドラムは？カイ。カイ。今しめでカイ。今しめです。今しめてますね。全身は別のメンバーですよね。ドラムだけ変わってんすよ。そうなんだ。ドラム変わると大体バンドうまくいかないのにね。あ、そうなんだ。うん。続いてるのすごいね。好きな曲とかは？ライブ用と日常で聴くよ。あ、CD とね。うん。スタジオ版とライブは違うと。うん。ライブだったらとにかく暴れる曲がいいけど。うん、例えばなんて曲なんですか。関東土下座。何、関東土下座？関東土下座ってタイトルなの。関東土下座組合。何それ。もう本当にあのホールとかだと通路にみんな最後こうやって正座するの。で正座してこのままヘドバンするっていう。ちょっと2人で正座でやってもらっていいですか、それ。どんな感じですか。いや、もう本当になんかひび入ってた。こねてそれをね、1階から土下座ってことね、みんなやると結構圧巻やばいね、今2人この絵でもやばい、やばいですよ。このパターンと、この八の字のパターンと、八の字のが好きだな。これはね、前に行きすぎるとホールでやるとホールの間の椅子の間の木に思いっきり頭ぶつけるから、マジで気をつけたらいいですね。痛い。そのなんかさっきから持ってるタオル、タオル、そのガゼットっぽいタオル紹介してもらって、ライブ ガゼット、え、エレクト、エレクト、これガゼットのタオルですか。あ、これあのブラックチーズ。何よ、ガゼット持ってきてよ。ちょっと何ちゃん。でもガゼットっぽい。黒にピンク。かわいい、かわいい。黒にピンク。めっちゃかわいいですよ、これ。いいっすね、なんか。ちょっと読みづらい。
ね、そう、キャンディーって書いて、私もちょっと読めない。アワーなんちゃらですね、多分よく。アワー。どこに書いてあるの、ガゼット。見えます？読みづらいけどこれ。なん、え？ LIZ って書いてあるんですよ。LIZ？ 何それ？ディズっていう、あの、私が、ディズ？すげえ通ってた、一番大好きなバンドです。え、ガゼットじゃないの、これも。ドマイナーバーン、本当大好き。持ってきてって言ったじゃん。なんで持ってこないの2人、ガゼットの。やっぱね、好きになる。あ、ガゼット好きだけど、うん、本命じゃねえ。本命じゃない。これ大事よ。あ、大事なの、うん、本気の人なのか浮気相手なのかみたいな。あ、やっぱギャルってそういうことやるんすね。こう紙版的な位置にはい。で、そう、ちょっと本命はちょっと身近なドマイナー版。その何、ビズ？ビズ。まだやってるんですか、そのバンド？うん、解散しちゃって、うん、その後私は推しが見つけられてないので、マジで今推しいる人はマジで今推した方がいい。いやでも私本当にそれ私も思ったの。10年くらいもう推しがいないの、私。いついなくなるわかんないからね。本当にちょっと悲しい気持ちになったもん。いなくなったバンドいいんですよ、ガゼットなんですよ。いなくなったバンド言わんといて。じゃあ本命じゃないバンドを語ったってことですね。でもあの書かれるの、ビジュアル系好きな人たちは多分。あ、ガゼットはもう大体の人知ってるんだ。ガゼットは大体通ってると、8割通ってんじゃないって言っても過言じゃないぐらい。番組のオチでそこでいいんで、関東土下座の振りで終わっていいですか。それそのままサムネで抜くんで、10秒ぐらいやっといてもらっていいですか。折りたたみでこういう感じで振ればいい。こっちどっちがいい、折りたたみいくいいかな、せーの。あ、なんじゃこれ。ねえ、マグロ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。よろしくね。